はい、どうも皆さんこんにちは、キナダです。今回はですね、レート最終日となっていますね。ついにセルゲームのシーズンが終わるということなんで、僕のね、ガチパレート上げパーティーをね、紹介していこうかなと思います。で、こちらですね、ベジットケーフとなっていますね。いつものね、極振り未来でもいいんですけれども、まあね、1万位入るぐらいのレート上げだったら、こっちの方がね、試合テンポが非常にいいんじゃないかなと思ったんで、使ってみようかなと思います。こっちのね、パーティーのいいところはですね、極振りにたくさん全開エビティがかけられるところプラス、復活フリーザですね、が経由を持っているので、まあね、アタッカーたちのね、火力をさらに底上げすることができる、かつ、ベジットブルーのね、ウルトラアビリティに無駄がないということなんで、まあかなりね、アビリティ的にも僕は満足しているキャラクターとなってますね。はい、極振り未来よりも火力がね、取れると思うんでやっていこうと思います。はい、お願いします。相手は極振り合体となっていますね。もう本当に今はベジットブループラス、極振りアット1枚みたいなね、編成が多いんで、まあその流れについていくって感じで。で、ホープソードトランクスがね、踏ん張りかつ青で、さらに、極売りのバフ消しを バフ消しをね、選んでですね、踏ん張り貫通ライジングをね、消していくっていうことなんですけれども、復活さえ入ってればね、そもそもまあ、バフ消しなんて関係ないんだぞというところがあるんで、ちょっと待って、遅れた、もう、最悪。マジでやったわ。まあいいでしょう。おー、大丈夫か。若干のラグ差がありますが。いやー、この初手受けないといけないの厳しいな。マジきっちいけど、復活リーザ回るまでまあ、待ちましょうか。はいはいはい。出して。うん。まあ、とりあえずベジットブルーの、バニューバイは、死守して、かぶそうか。いや、待てよ。相手今、圧ないから撃って、オッケー。そうそう、見せてくれてますね。さあ、こっから切り返していきましょう。ドッカー向こう。150いったんで、まあ、ドロソクが1段階減っちゃうということなんで、こっちでドロソク2段階積んでいくか。あいつ、いや、マジで極振りやってることやばい。こっからね、タックキャラクターなんで、バリバリ回復するところも魅力なんですよね。さあ。50って帰ってきてんのか。強マジ火力。危ない危ない。え？跳ねてなかった。出しましょう。まあ、復活盾にしていきましょうか。止まっていく相手、めっちゃアーツの運悪くない？タックル来い。反応しよう。オッケー。さあ、唾液引っ張ってきまして。下げたいんじゃない？オッケー！ナイスタイミングですね。あー、これ、待って、外した！危ねえ！さっきアーツ押して。なんかケラチェンの管理悪かったわ。いや、特殊渋いな。一旦止めましょう。回復したい。受けよう。ユージムーブしない。まあ、ここは即でいいや。オッケー。いや、マジ強い。復活フリーザやっぱやってることエグいわ。さあ、メインアビリティで、やばい。この復活を盾にしたね、強気な攻めで裏のアタッカーにね、経由で火力を持ってしばくことができるっていうね。めっちゃ偉いです、これ。しかも、復活リーザの経由で、極振りがね、体力回復してるってところもポイント。さあ、カードアキして、まあ、復活リーザの待機回すか、ここは。無難に行きましょう。ストライク操作入れたいよ。か、見て回避。タックルで刈り飛ばして。まあ、一旦止めとくか。97。大剣待機行こう。オッケー。よし。最強。7なんで、これ回らないでしょ。優秀すぎ、マジで。オッケー。クソ強いわ。止めて、場に回して、見て、相手の攻撃待ってキャラチェン速行こう。いや、封印された。待て待て待て。これ多分ね。あ、マジか、攻めてくるんだ。強火力。圧ないでしょ。K
けー、一確認ぶち決めで、終わってユニークゲージ回復してる。引けへんねや。さあ見ましょう。待て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 。オッケー。あ、それ落としたんじゃね？経由の火力見せたれ。全開アビリティパワー。あ、最強でした。というわけで、対戦ありがとうございました。まあ、かなり綺麗に決めたんちゃうかなと思います。さあ、お願いいたします。相手、ちょっと変わった方の未来パーティーとなっています。突っ込んでこい。うお、なんだそれ。めっちゃ、何読みでやってたんかわからへんけど、まあ、とりあえず、見聞色の覇気を極めすぎて、相手の動きが逆にわからなくなってしまった片栗さん、よろしくお願いします。はい。てことで、いや、めちゃくちゃね、もうワンピースが熱すぎて今、もうワンピースの話しかできひん体になってる。さあ、とりあえず、経由して、どうしよっかな。特殊引っ張りましょう。で、さらに、ワン要因があったんで、キャラチェンから特殊繋いで、泥作2段階。もっぱつ殴らして。オッケーオッケー。こっからが熱いんですわ。さあ、さらに泥。コンボ力やばすぎないですか、マジで。受けんのかな？受けてこない。さあ、ユニークゲージ展開。87コンボ。オッケー、入れ込みなんが分かったもん。マジででかい。オッケー！特殊カブして、どっこいしょ。めっちゃ一方的にやってる。強ない？待って、腹パンで。来い！あ、範囲必殺。オッケー。強い。あ、光復量弾！えらい！回避みたい。そ、後スキーないですよね、確か。後スキーあるんかな？ちょっと待って。そういえば知らんかった。その使い方するセル使いがあんまりいいひんから。さあ。いやー、リロードされたら痛いな。めっちゃコンボ長そう。止めまして。ちょ、一回突っ込んでみてるか。後スキーある？いや、ギリないかもしれない。ちょっとわからないです。さあ、捨ててきますと。これ攻めちゃおう。オッケー。さあ、ライジング行きましょう。強すぎないか。よしよしよし。めちゃどちゃくそ強すぎないか、このパーティー。普通に復活フリーザ自体もね、前回より2枚かかってるんで、まあ、火力ないこともないっていうね。そこもでかいですよね。なんか、極利合体みたいな、アビリティのノリの良さがあるんで、最高です。510万。そこでいいよ。OK、場に使わした。さあ、どうしますか？おっと？ライウツか？オッケー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 。で、まだユニーク展開されないんで、勝ちと、めちゃくちゃ綺麗。さあ、お願いします。なんと、ゴッドの方とマッチングしたと。いやー、68まで来ると、そんぐらいの方とも当たるんですね。全貫突か。怖すぎるだろ、これ。ヒットは飛んでこないと思うんで、上さんかなとは思うんですが、まあ、とにかく芝居ていきましょう。よろしくお願いいたします。なんやかやね、最近はゴッド取ってはいないんですか。おら！こんな感じでね、鍛錬は極めてるんでね。ちゃんとゴッドに、そうした、強さはまあ、キャラが強いというところもあるんで、一応持ってるんで、ちょっと今、急戦してるだけなんでね。芝居いっていきます。で、そう。あのね、極売り未来と違っていいところがもう一つあって、射撃タイプがね、復活リーザ入ってるんで、今のね、トレンドの打撃カバチェンに止められにくいっていうところもかなりポイントですね。そう、それを今日言おうと思ってたんでして忘れてました。これめちゃくちゃ強いですよ。ちなみに。全然止められないんで、強気に攻めていくことができる。さあ。17個硬すぎないか。まだ射撃残してるんで、普通に腹パン射撃で繋いで。メイン見ましょう。これ、あえてすぐ撃つわ。オッケー。絶対ケアすると思った。うまい方やもん。さあ、どうしますか。待って、ミスった。危な。さあ、極振り出して、止めて、かぶしたいな。撃ってくるかな？交代ムーブ。相手まだボール溜まってないはずなんで。危な！
近い何や今の、あぶねー、受けよ。あ、それやられた。普通にうまい方やな。てか待って離れてないんだが、最悪これ受けざるを得ないな。復活リーザ柔らかいな、こう見ると。で、気力阻害したんですけど、またアーツを隠していそう感はある。冷静だな、あそこで打ってこないの。オッケー、入っていく。間に合うかな。オッケー、でかいでかすぎ。それ17号帰ってきてない。勝つで。ちなみにマジで勝つ気でいますからね。全然ゴッドの方とかしばいていきますよ。レート5000チューチューしよう。いい火力、やっぱ復活リーザ自体がちゃんと火力持ってんの偉い。普通に強い。見ましょう。ちょっと無理して回すか。横目なんだそこ。怖いマジですか。素材入れよう。欲張って止めて。ライジング封印強すぎ。弾ないんで、てか撃っていいわそもそも。あー、まあ特殊強いな。それダメージ痛いんですよね、貫突やから。究極でさすがに落ちない。あえて援護とか火力アップはないですよね多分。よ引くぐらい強い感じで大キャン振って、うまい。落ちんの、やらかすぎ。単発有事オッケー、勝つぞ。ライジング2周目ためよう。でかい。いや、ここ反転するか問題だけど、しないです。いや、弾持ってこれんか。いや、持ってきてほしかったけど、こんだけコンボ続いたら無理だろうな。しかも必殺はアーツ悪すぎ。うわっ、びっくりした。撃ってこい。オッケー、あ、必殺多すぎ。ちょっと待って、これいけるか。多分怖いんで17出してくると思うんですけど、出さないんだ。落ちろ無理か。面切って、うわっ、大キャフロー。熱いね。かぶされてもいいんで撃ちますもん。あんま跳ねない。いや、跳ねました。嘘です。いや、これはラスワンゴクリかな。いや、待てよ、でも。じゃあ、これ出しますね。ライ打たれるわ、でも。撃つよな。いや、ちょっとやったな、今のは。ちょっと下手したな。ちゃんとケアするべきだった。迂闊だったな。くっそ。いや、マジか。激アツの試合となってます。さあ、ラスマベジットでどうやって勝つか。メイン残ってたっけ。バニ回復してるよ。抑えて理不尽しよう。理不尽オッケー、これでかい。ちょ、マジ勝つぞ。ただ相手はバニを2回使えるんでちょっときついが、ライはありますと。いや、これ多分タックルから入ってくるな。跳ねんの？強すぎた。はい、ということで、いや、今の即回避ちょっとケアできたな。いろいろ、まあ、でも、悪くはない動きできたんじゃないかなと思うんで、動画採用しましょう。てなわけで、今回はですね、ゴクリ合体でね、あ、ゴクリ合体じゃねえ、これなんだ。ベジット系をね、使っていきました。ご視聴ありがとうございました。